はい、アレドラン東京学部 Vlog です、今日はですね、引き続きアリエキスプレスで買ったものが届きましたので、まあこれで半分ぐらいかな、届きましたので、何を買ったのかというとですね、こういうのを買いました。これ金属ですね。これ何だろうな、アルミかな、アルミの缶ケースですけど、ウォーターカラー45ということで、絵の具です。まあ、絵を描くための絵の具。まあ、絵はね、なんとなく描いてるだけですけど、まあ、まあ、安かった。これ1500円だったんですよ。45色1500円なんですけど、これ固形水彩絵の具でして、ウォーターカラーって水彩絵の具っていう意味ですけど、缶の裏側がパレットになってまして、このまま裏返すと、まあ、パレットとしても使えるということですね。で、一応 おまけ程度ですけど、8枚 の水彩用紙ですね。水彩の紙ってちゃんと画家さんっていうか絵を描く人が買うやつって結構高いんですよね。ウォーターカラーって水彩って水を多用すると言いますか、べっちゃべちゃにするのも一つの技法らしいんですよね。そうすると普通の画用紙とかああいうのだとダメなんですよね。でも我々学校で絵を描くときは大体画用紙使ったじゃないですか。であれって本当はなんていうんですかね、こういう水彩の魅力っていうのがあんま画用紙じゃ分かんないらしいんですよね。あれで水彩画が嫌になるという原因もあるらしくて、紙にね原因があることもあるらしくて、まあ、学校教育なんでその大量に画用紙を使うので、まあその高いね水彩用の紙を絵を描くたんびにこう生徒一人一人に渡すのは何て言うんでしょうかね、予算的な問題もあるのかもしれませんけど、まあプロの画家さんに言わせると、紙が重要なんだそうです。そうじゃないと魅力的な技法が使えないんだそうです。ということで、まあ、サイズはなんかちょっと変な、なんか16対9みたいなそんな感じの、HD みたいなそんな感じのサイズですけど、まあ、一応8枚の、水彩ペーパーがおまけでついてます。おまけなのか標準なのか分かりませんけど、まあとりあえず入ってました。45色はこんな感じの色です。まあ、ちょっと色使ってないんで分かんないですけど、色はこんな感じの45色です。これで全部映るかな、どうですかね、はい、45色です。まあ、本当は水彩には白はないんですけど、まあ一応白が入ってます。まあ、グリーン系とあと赤系が比較的多いですかね。まあ、混色、まあ、45色あればあんまり混色しなくても大丈夫そうな感じですね。で、この上のこの固形水彩絵の具の入った缶をこう外すと、こうね、外すとこの中に何が入ってるかというと、こういうのが入ってまして、スポンジ、水筆、油性ペンですね。黒の油性ペンと、まあ、中国筆、まあ、和筆と一緒ですかね。それと、面相筆っぽいですけどね。面相筆っぽいですが、まあ、水彩用のナイロンの毛ですかね。ナイロンの筆が、まあ、中なのか極細なのか分かりませんが、2本と、2B ですかね、これ。2B の鉛筆と、それと鉛筆削りが入ってます。これ、中はもうこれだけですね。これプラスチックの箱なので、これで全部ですね。なので、まあ、水差しがないので、水差しがあれば完璧なんでしょうけども、まあでも、水筆がありますので、水筆の中に水を入れておけば、まあ、それが水差し代わりになりますので、まあ、ね、この水筆の中に水を入れておけば、
これ固形水彩絵の具ですの でパレットにもなりますので、このカンカン1個持っていけば、まあ絵は描けるということですかね。これ全部で1500円ぐらい、送料込みで1500円、送料ただだったかな、まあ、1500円ぐらいでした。まあこの和筆っていうか中国筆ですよね、まだおろしてませんけど、これ白いんで多分羊毛ですかね、羊毛とヤギですかね。こういうあの和筆書道する時の、筆でこう塗ると、なんか私は個人的に塗りやすかったので、まあ、これがついてるのでいいなと思って買いました。まあ、色味は分かりませんけどね。あとちょっと不思議だったのが、日本で使う、どこ行っちゃったかな。あ、こう100均でね、買った、ダイソーで買った水筆ですけど、基本的な仕組みは一緒なんですよ。これに入ってるやつ。ちょっと短いですけどね。ただ筆の長さは2ミリぐらいこっちの方が長いですが、ちょっと不思議だったのが、これあのどういうものかって、ここをネジ、これちょっと水今入ってますけど、外してここから水を入れて閉めれば、使う時にここから水が出てくるってやつなんですけど、ここのネジがですね、これ買ったやつがいくらやっても開かない、緩まないんですよ。開かないんですよ。おかしいなと思って。そんなこれね、金属じゃないですし、ただの、なんですか、樹脂ですので、開かないわけがないじゃないですか。おかしいなと思ってた。これ実は逆ネジになってまして、右回しで、緩む。逆ネジなんですよね。普通は、左に回して緩む。右に回して締まる。っていう右ネジなんですけど、これ逆ネジなんですよね。逆ネジなので、普通にあの左側に回して緩むって思って全然緩まなくて、これ壊れるんじゃないかなって思ってたら、それからネジがね、なんかもうおかしくなってるのかなと思ったら、あれと思って、これ逆ネジでした。なんで逆ネジ、まあ、そう緩んだら困るっていうのも、あるのかもしれませんけど、こういうのを逆ネジにする理由がよくわかんないっていうのがありましたね。まあ、どうでもいいことなんですが。まあ、実際にその、絵の具の色がどうなのかっていうのを使ってませんのでまだわかりませんが、まあでも、まあ入ってるケースはこんなんでね、こんな感じで、プラスチックに入ってるんですけど、まあ、これはあの単体でね、こう入ってるものじゃありませんので、まあ、これはもう使い切りですね。補充は効かないと思います。これだけを売ってるのは多分ないと思いますので、まあ、これはもう使ったら使い切りですね。まあ、同じ色があれば、これ普通のチューブの絵の具を足して固めて使うこともできますけど、まあね、1500円なので、このキューブ単体で買えば、差し込めば使えるかもしれませんけど、まあそこまで、1500円なんで、使い切りでいいのかなというふうに思います。わかりますね。はい。ということで、45色の固形水彩絵の具セット。まあ、こんな大きさですね。まあ、金属なのでちょっと重いですよね。あの絵の具、固形の絵の具も入ってますし、まあ、筆とかも入ってますので、若干これ絵の具っていう、ふうに渡されたら、まあ、ちょっと重いなというふうに感じますが、まあまあ、水もね含めて筆も全部入ってるので、そんなに重量物というほどでもないので、まあ、絵の具としてはちょっと重いかなっていうぐらいなので、まあまあ、中身はちゃんとしてたので、大丈夫かなというふうに思います。確かに、ね、色違いもありました。カンカンだけの、こう、色っていうかデザイン違いですかね。ピンク系のやつだったかな、青系のやつだったか、がもう一色ありました。これか、それカンカンの、色違いだけですので、まあ、好きな方選べばいいんじゃないですか。で、この類のものってね、いっぱいあって、ちゃんとした、なんか、比較的名の知れた、
有名なメーカー製のやつもあれば、まあ、もちろん日本製のやつも売ってますし、でも日本製だったら別にこのアリエクスプレスで買わなくてもね、アマゾンで買えばいいので、例えばクレタケとかね、あるいは日本側で使うキッショーとかね、ああいったところのも売ってますけど、まあ、そんなん多分日本で買った方が安いと思いますが、でこういう名の知れてない、中国製というか中国のメーカーの安いやつから、まあまあいろんなのが売ってますので、名の取ったメーカーのやつも売ってますし、私レベルが使う、子供がね使う程度のものも売ってますので、本格的なものもある中にはあるようです。高いですけどね。はい、そんな感じで今回は絵の具、固形水彩絵の具をが到着したので、ご紹介しました。あと一個ね、ちょっと服を買ったんですけど、その服は自分が全身で着て写さないといけないので面倒くさいので、動画は撮りませんが、まあまあそのうちどっか外で Vlog のロケをする機会があれば、着ていこうと思います。何を買ったのかというと、オーバーオール。オーバーオール。オーバーオールってあんまり今言わないんですかね。わかんないですけど。オーバーオール。私の年代はオーバーオールでした。要はそのズボンと上のここの胸当てだけがこうつなぎになってるやつですね。これ紐で。まあ大体デニム、ジーンズのやつが結構有名ですけど、あれはアメリカでできたものですけど、まあオーバーオールっていうのはイギリス英語ですかね。今の用語では何て言うんですかね。なんとかスーツっていうんですかね。何スーツっていうかな、ちょっと忘れましたけど。いうのと、あとはマント。マントって、今時マントかよっていう話なんですが、別にコスプレできるわけじゃなくて、普通のマント。まあ、コートが一般的には多いですけど、私、ずいぶん昔に、タイにね、行った時に、タイのテーラーで、すっごい安いので、スーツとか、ワイシャツとか、作ってたんですよ。行くとき、旅行に行くときね。安いんで。で、その時にタイって暑いじゃないですか。だから、いくらなんでも、コートまで作ってくんないだろうなと思って聞いてみたら、コートでも作るって言ったので、すごい安いんですよ。で、生地も別にタイ製じゃなくて、その外国製、タイから見て外国製ですよ。の生地を輸入してて、下でだけを、タイでやるっていう、まあ、そういうテーラーだったんですけど、コート作ってもらった時に、たまたまなんかね、カシミヤが安かったんですよ。で、それで作ってもらったやつが、まあ結構ね、体が大きいので、で、日本の冬用に作ってくれたのかどうかわかりませんけど、えらい分厚い生地にしてくれて、重かったんですよね。なので、本当に寒い時は来ますけど、あんま着ないんですよね。なので、まあ、かといってね、そのすごいモコモコのジャンバー着るようなほどでもない。かといってそのジャケットだけでは寒いっていう、ちょっとちょうど今の時期ですね。どうしようかなと思って見てたら、まあちょっと生地が薄いので、スプリングコート的な、薄さではあるんですけど、まあ私太ってるので、比較的暑がりな方なので、今の時期でもコートは私はいらないので、まあだけどちょっともう一枚上に羽織るものがあったらいいなっていう風なね、こう気温が10度下回った時なんかはいいなと思って、そのマント、本当にマントですよ、がね1500円くらいで売ってたので、そのオーバーオールと一緒に買ったんですよ。オーバーオールもね結構薄かったので、多分春以降じゃないと厳しいかなと思いますけど、まあ、いいかなと思います。で、なんでそんなものを買ったのかというと、
まあ、要はサイズがないんですよ。サイズがないので、私のサイズに合うものを買うしかないんですね。服も山のように中国製の服って売ってるので、それはコスプレみたいな服から、普通のカジュアルなものまでいろんなものを売ってるんですけど、まあ、大体私の体のサイズに合うようなものってもう限られてるんですよ、ものが。で、結構まだサイズもいい加減、いい加減じゃないのかもしれませんけど、その同じ例えばね、S、ML とかあるじゃないですか、それでもサイズが違うんですよ、作ったメーカーによって。だからきっちりその書かれてるサイズを確認しないと合わないんですよね。なのでそういうのを見ていくと、本当に私に合うような、サイズのものっていうのは本当に限られるので、まあ、その中から買うしかないっていうね、まあ、そういう現状がありますので、それで見てると、あ、これマント合うなと思ったのと、あ、これオーバーオール合うなっていうふうに思って、すっごい安いんですよ。それ2つ合わせて多分3000円ぐらいしかしてないと思うんですけど、私のサイズでそのなんかね、シャツ1個買っても3000円とかありえないので、高いので綺麗いっぱい使うんで、だけどそんなに安かったので、そういくらでもマントは冬用だけどそんな大層なものが届くはずがないと思って、まあ、今日届いたんですけど、まあ、案の定そんな大層なものではありませんでした。まあ、薄い綺麗、スプリングコートぐらいの厚さしかありませんでした。オーバーオールもどちらかというと、何ですかね、室内作業用の作業着っぽい薄さでしかありませんでしたね。だから今の時期にそれを着るのは、ちょっとそこに出るぐらいだったらいいですけど、本格的にちょっとね、30分40分かけていくような場面だと、ちょっと今の時期はきついかもしれませんね。5月6月とかだったら普通に着てもいいぐらいのものだと思いますね。マントはスプリングコート代わりなので、まあ4月5月の寒い日とかならいいかもしれませんね。でも私の場合は暑がりなので、さっきも言いましたように、別に今の時期でもちょっと出る時にジャケットの上に羽織るんだったら、この薄いマントで十分なので、いいかなと思いました。マント楽なんですよね。こう肩にかけるだけじゃないですか。で、まあ、ボタン止めても止めなくてもいいですけど、肩にかけるだけで、ちゃんと横ボタン開ければ腕出ますしね。というので、今時マントかよって思われるかもしれませんけど、まあサイズに合うものがないので、サイズに合うものの中から、選んでいくという形でちょっと輸入してみました。まあそれはまたおいおい機会があれば、来てるかもしれません。はい、そんな感じで今日主に絵の具のご紹介をしました。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。